わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハムタラでございます。絶賛骨折中でございます。で、私がね骨折してる間になんか星9の陣容化が始まっていたらしく、ちょっとやってみようと思います。どこまでいけるかはわからんですが、とりあえずこの装備でまずはやっていきましょう。破壊用5ですね。まあ陣容化の素材取って損はないと思うんで、やってみようぜ。そう、これね5枚持ってたからさ、これ誰か入ってくんないかなと思うけど、まあ動画なんでね、一人で行ってみよう。どこまで行けるだろうね。とりあえずは通常の攻略だよね。でも星5だからね、別にこいつらの攻撃は刺して痛いこともないでしょう。ごめん、多分ほとんどね立ち回りは一緒だ。おお、早っ。破壊はやっぱいいな。ちょっと陣容がかわいそうだ。これはそのも壊せんじゃない。はい。ああ、壊れたね。もう無理かな。OK。とりあえず、まあ、道中は楽勝だよね。星の5、6、7までは楽勝で、8から苦戦しそうだよね。だから、この動画の尺を見ていただいて判断していただければと思うんですが、多分私は9は勝てないです。うん。だって、8の倍でしょ?ってことは、要は、大連続だから星10ってことでしょ?いや。無理でしょう。まあ、どこまでいけるかね、自分を試すという手でもやっていきましょう。はい、ここ4回殴ってみよう。おい、オッケー。破壊を積んでっからね。はい。とりあえず尻尾からね、美味しい素材出るんで、尻尾は絶対的に切っていこう。早っ。いいね。頭割れたか。腕。腕もいただいていこう。OK! いやー、やっぱ破壊王はこういう時にね、今ほら、ディア足とかさ、レイヤー足とかレウス足とかいろいろ来てるじゃないですか。そのためにね、破壊王装備は作ってたんだけど、そう、今回のアップデートでね、マジ神なのは、マイセットが10個になったこと。おかげさまでこの破壊王装備をね、ちゃんと1枠作っておける。現に素晴らしきはそこですよ。ごめん、7までは破壊王でいくけど、8からはいきません。多分無理。多分てか絶対無理。よいしょ。こっからは結構ガチめにやんないとね。いや、さっきまで別に真面目やってたけど。はい。尻尾どのぐらい切れるんだろう。さあ、どんなもんで、これで切れるか。7だしね。切れたね。さあ、どっちだ。おお、こうちゃん。そう、この辺からね、攻撃がちょっとよく分かんなくなってくるんだよね。よいしょ。OK。角割れるかな?無理だね。OK。とりあえず7までいけました。さあ、こっからよ。で、私ね、動画の尺のことも考えてます。なので、まあ、再チャレンジは3回までかな。で、今ね、ちょっとこれ家から離れたとか拾ってきちゃったんですよ。なんで、もし死んじゃった場合はね、まあ、回復薬使いますけど、これはちょっと待った方がいいなって時は、ステイしますんで、ご了承ください。さあ、そしたら、こっちがね、ガチガチの氷装備ですね。これでやっていこう。だ、正直ね、8は普通に負けることもあるんで、ご了承ください。いや、でも9やってみてえな。ああ、間違えてる。装備が違う。おかしいな。え?いや、だよね。これ、そう、戻る押しちゃうとさ、消えちゃうじゃん?諦めちゃいけないのよ。諦めるって押しちゃうと、悲しいことにさ、マップ上戻されちゃうんだよね。この陣容のマップ内にいればいいんだけど、マップ外行っちゃうと、またそこ行かなきゃいけないのよ。だから、しばし49秒ほど私のお話にお付き合いください。まあ、別に喋るっつうこともないんだけどね、特に喋ることはない。強いて言うなら骨折のせいで全くもってモンスターハンターなんかできていない。だから、ディアブロス亜種の弓をさ、今グレード10の2なんですけど、まあ、4?10 の4だね、目標は。10の4にしたかったんですけど、まあ、出歩けない、枯れない、素材集まらない、そりゃ強くなりませんわ。だからね、早く直して、まあ15日までイベントやってるんだっけ?だから15日までにね、なんとか回復して、プレイしたいな。残り3日間ぐらいプレイしたいな。
あと5、19。いや、あ、この攻撃か。この攻撃だったら、1回、2回回復。はい。俺の削れたスペシャル返せ。よし。はい、つうわけでね、なんか武器チョイス間違えたみたいですが、やっていきましょう。あれ、俺さっき間違えたっけ？モンハンナウってさ、時々こういうことあるんだよね。私はショックです。で、ここでメイン画面を押しちゃうとダメなんで、同じモンスターを終了。これ大事。いいね、ジンオーガンがパッと出てくるねえな。さっき俺こっちにしたと思うんだけどな。武器治ってるよね。うん、治ってるよね。よし、行こうか。間違えた。あー、前コロリンのがね、そう、一回前転した方がね、火力が出るのよ。いやー、2発当たらんかった。もったいない、もったいない。スンして。これは最後まで入るでしょ。うっそ、入らやばい。これ嫌い。これ嫌いだね。すごく嫌い。一応ね、上手い人はカウンターも取ってるんだけど、あんまり私は取れる気がしないね。よいしょ。コツンして。ああ、それだから嫌いだって。ほら、やっぱり。お、あれ、ちょっと待って、意味がわからん。絶対これ処理打ちの問題もあるって。え？あ、ひるんだんちゃう今の。星8ぐらいは勝ちたいな。で、星9と戦ってみたいから、ちょっと動画の尺が伸びます。ごめんなさい。あー、回復薬残り4個。これもしかしてワンチャン星8勝てずに終わる説もあるで。もう、その時はごめんなさい。ただまあ、そしたら動画にしない。だから、星8は絶対勝つ。そう、これ、前コロリンが一番軽く出る。遠い遠い遠い。いやー、間に合ってない。これちょっとまずいね。ほんのコンマ数秒なんだけどね、その数秒が足りないだけで火力が出しづらくなるのはこのゲームの切ないところ。それ嫌いなんだって。あ、マジか。行動じゃなかった。とりあえず稼ぎで稼いで、ここ。近づけ。オッケー、これいったでしょ。さあ、9やってみようか。でもさ、8で、これでしょ ?9 無理じゃね？もう先に言っときますわ。もうやめましょうよ、回復薬がもったいないってなることが容易に想像できない。1分12秒かかってるからね。1分12秒。待って。あ、やった激励落ちたんですけど、倍にできないのは悲しいけど。さあ、やってみようか。やっぱ陣王がこれだよな。この演出が入んないと。でも飛ばしまーす。こんなんみんな見飽きてるだろうし。さあ、どこまでいけるか。あ、ごめん。一切見せてなかったけど、グレード10の2です。グレード10の2の氷たち、属性強化5積み、あとは見切りが詰まってます。詰まってるのか。積んであります。よっしゃ。最大火力はこれが一番最大。ただこれは、おー、間に合った。で、コツンからの、もう一番火力出る本戦法でいくしかない。ただスペシャル溜まってないんだよね。あ、間に合わないかもしんない。いやー、間に合わなかった。まあ、よしとしよう。はい。カブト割れまで入れる。え？あら、やだ。ちょっとこれは頑張るわ。
いやー、この子動き回ることは嫌ね。いやーだ、勘弁してよマジで。そんなに返してやってないって俺。言うて美課金なんだから。せめてスペシャル貯めたい。たまらんな。うん。まあ、これ尻尾切れれば合格じゃね。ただね、これソロで狩れるのかな。そもそもこの HP はソロで狩れる HP なんだろうか。それすら私にはちょっとわからない。まあでもね、別に今いい動きしたわけじゃないから、せや、もっと頑張ってみよう。4回やろう。4回切って、よっしゃ、いった。で、頭ツンして、あ、違う、いいとこいいとこ、真後ろ入った。よし、いい感じいい感じ、いいよ。で、これ兜割れば入れる。で、もう一丁、いいよ、ダブル兜割り。これにはジンオガちゃんびっくりだべ。で、もうスペシャル打つ。理想はもう一発打ちたい。たまんねえか、さすがに。油断したね、油断した。そして間に合ってない。おいしょ。え、うん、もうやめましょうよ、回復薬はもったいない。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。だってあんだけ殴ってあれだけしか削れてないでしょ。せめてもう一人、もう一人そこそこ強い人来なきゃ削れる気がしないんで。はい、すいません。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。はい、バイバーイ。すいません、勝てませんでした。てか無理だよ、これ。無理だよ。もうやめましょうよ。